じゃあ始めましょうか。この私の方からは1点だけ、言っていきたいと思います。政府の東電福島原発事故に対する事故調が報告書を出しました。これで、4つの報告書を揃いましたから、まあ、そういう意味では国会においてやはり集中的な審議を行うべきだと考えています。と言いますのは国会が定めた国会事故調の任期と言いますとね、それもある意味で終わっているわけで、しかし提起された提言その他については非常に重要な問題を組んでいます。従いまして私どもはそれら4つの関係者についても参考人としてお呼びするなど、それこそ充実した審議をしてですね、今原発についての対応をどうすべきかという国民的議論に応えていくという必要があろうかと思っています。それだけは言っていきたいと思います。他何かありました？すいません、はい、NHK の一吉です。別件で恐縮なんですが、はい、公債特例法案の扱いについて、まあ、昨日民主党が自民党に対しまして一体改革の関連法案の参議院での採決の前にこれ衆議院で採決して、まあ、参議院でも処理したいという旨を伝えました。で、公債特例法はまだ州の財金委の方で審議がまだ途中という段階でありますけれども、こうしたその民主党の国会運営について共産党としてですね、どのように思われるのか、または公債特例法案の扱いについてどうしていくべきだとお考えでしょうか。昨日自民党と民主党の国会対策委員長官でこの問題が話し合われたということは記者会見を行っています。両者が、まあ、それ見てもね、私はこれほどね言っているので言いますとね、一体改革の採決イコールというようなことを、これ国会会期末だとか、それから公債特例について一緒にとか、まあ、前にとか言ってますけど、私どもの基本的考え方はね、まず社会保障税制特別委員会参議院におけるこの審議を通じて一層問題点がはっきりしたと、この消費税増税法案のね、従ってこれ早めにすべきだっていうのが私どもの考え方です。審議を通じて早めにするという意味では前も後もないということが一つ考え方の基本です。ただこれ見てますとね、私思ってるのはね、本当にこのいつ採決するかでどっちが先かっていう話をしててね、本当に消費税増税問題について、真面目にねこう考えてるふうなことを感じられないという気がしますね。それともう一点は民事公三党で決めれば何でもできるというやり方の典型としてね、おごりが見えるというのが率直な感想です。私どもとしては公債特例それ自身は対応について言えばすでに、テレビ討論会なんかでも明らかにしていまして、反対だと。でこれはもともと公債特例というのはなぜ発行しなくちゃならんかということで言いますとね、当然予算の執行のために必要だからということですから予算案の中身と深い関わりがあるということをご承知の通りです。でこの予算案は非常に問題だということで、私どもは2012年度の法案について予算について反対しました。で特にその肝心な問題は税金をね、大企業とそして大金持ちに対して負けるっていうのもわざわざ決めるという法律予算案でしたから、まあ、その意味でそれを穴埋めするやり方をねやるっていうのは論外だということはすでに何度も言ってきています。そういうことじゃないでしょうか。
選挙制度の話なんですが、はい、今日の午後に参議院で選挙制度改革の各党協議会が開かれる予定ですけれども、先に民主党が示した4増4減案についてですね、共産党としての立場を改めてお願いしたいのですが、はい、この間私どもはその問題について慎重な持ち帰るってことを態度を言っていましたけど、今日今お話しあったように各党協議会が開かれます。でこの参議院における選挙制度改革っていうのは、もともと最高裁の判決で出たものを出発点にしてるわけですね。でところが今回の4増4減案というのは、一票の格差が 4.746 倍で、ことを収めようということで、抜本改革のに値しないということだと思います。でそういう意味では小手先ではダメだということで、私どもとしてはこの4増4減案については国民の一票の重み格差、これを是正しろという考えに対してですね、まさしく、逆らっていると言ってもいいでしょう。したがって、抜本改革を求め反対をします。一方衆議院の選挙制度改革の方なんですが、はい、自民党が近く0増5減を単独で実施する法案を国会提出する構えですが、そうなりますと州の議員選挙区も、いずれ動くということになろうかと思いますが、この間その共産党としてはその、0増5減というその先行というものには反対されてきたと思いますけれども、今後その議員選挙区での議論が始まった後ですね、その共産党としてはそのお立場は変わらずにですね、主張されていくということでよろしいんでしょうか。はい、これはね、この衆議院における選挙制度問題については各党協議会が16回にあって渡って行われたという経過があります。でその上で、2度3度にわたって、各党の幹事長職局長会談が行われ、調整が行われたと、やられたという経過があります。でそこで何が問題だったかということを、ね、よく見ていただきたいんですね。でこれは何度も私言ってるんですけど、この各党協議会での一致点はやはり一番大事な点はね、現行の小選挙区制度が民意を歪めるということについて大方の党が一致しているということですね。で自民党だって、この現行の小選挙区制度っていうのは民意を歪め大政党に有利になるっていうことになっているという批判をしたわけですよ。したがってこの選挙制度、つまり一票の勝つ重みというのはね、一方では平等だということと同時にその一票がきちんと生きるということに必要ですよね。生きないという事態になっていることを何とかしようというのは大方の意見なわけですよね。でところがこの0増5減というのはもともと民主党が昨年の11月にこれを単独して出したという経過がありまして、それは小選挙区制度、現行の小選挙区制度を事実上この永久化するものだと、そしてその次に来る定数問題について言えば比例定数を80削減するという鎧の下に衣の下に鎧が見えているということで多くの人が批判をしたと。でそのことで3つ目に、当然じゃあ三位一体でいきましょうねと、すなわち格差是正と定数問題と抜本改正という問題について一緒に着地しようと言っていた経過があるわけですよね。でその中で4つ目にこの民主党がそれをこう踏まえずに、議論を踏まえずに勝手に出してきて0増5減と、そして、比例定数の40削減、2度にわたっては75削減すると、そして合わせて連用性という問題を出してきたと、こういう経過なんですね。これも合意って言いますか、到達点を踏まえないものであるということの中でね、民事がいわば議会制民主主義を本当に守り抜くと、選挙制度っていうのは議会制民主主義の土台ですから、そのことに対して、みんなで合意を作っていくっていう立場を放棄したものとして
厳しく批判されなくちゃならんというふうに思っています。つまりこれも自民党が出そうとしているゼロ増税減税というものも選挙制度の抜本的な改革にはなり得ないので、共産党としては反対だと、反対だと、はい、そう取っていただいて結構です。反対だと。じゃあこの程度でよろしいですか。じゃあどうも。